今年も残すところあと355日となりました。南です。マイアミではありません。今日はあまり時間がないのですぐ辞めますけど、寒いね。今日すっげえ寒かったんだよね。さっきなでしこにお水あげたら 皆さんお元気にしてらっしゃいますでしょうか。私はまあまあ元気です。まあね、なんかこうやっぱり今年は踊りたい欲がすごくて、踊りたいみたいなのが結構出てきてて、まあいい傾向なんじゃないかと思っております。何話そうとしたんだっけ？あ、そうそう、手首。だいぶ、いや、昨日ね、やっとこう、これを外して、お風呂に入れたのが、やっぱり嬉しくて。嬉しいんだけど、汚い話なんだけど、やっぱ、手、洗えなかったの、1ヶ月、ちゃんとまともに。だから、こう、すごい、まあ拭いてんで、アルコールとかで拭いてたんだけど、もう垢がすごくてね、入った瞬間にもう垢がブワーって、もうこすってもこすっても垢が出てくるんですよ。でも地獄絵図みたいになって、風呂、湯船が。私あれ垢スリパニックって呼んでるんですけど、わあ垢スリパニックと思って、垢スリパニックでした。すっごかったです、マジで。びっくり。びっくり仰天、びっくらぽんっていうぐらいすごくて、まあまあまあ、かすりパニックっていうね。なんかすっごい、どうした？なんか狂ったようにメールが来てるんだけど、狂ったのかな、携帯。で、しかもなんか昨日すごいこう動画ね、こういろいろ画像とかくっつけて動画作ったくせに、上げるやつ間違えちゃって、脳加工のやつ載せちゃって、昨日の動画 CM とか全然ついてないんですけど、消そうと思ったんですけど、まあそれはそれでありかなと思ってそのままにしてあります。しくったんだなっていうのをお楽しみいただいて、クスクス笑っていただけたらと思います。ねえ、まあなんかいろんなことがいい方向に行くといいなというのは思っていて、まあいい方向に行くといいなっていうか、いい方向にするっていうか、ねえ、まあいろんなことが起こりますので、まあそれはそれで受け止めていけたらと思います。何を真面目に言ってんだろうね、朝から。さてさて、今日はね、ほんと時間が全然なくて、まあこんぐらいになっちゃうんだけど、皆さんはどんな日々をお過ごしでしょうか。いいことがありますように。ね、とにもかくにも早く動くといいなーっていうのを祈りつついきたいと思います。それでは皆さん、また。